皆さん、こんにちは。現在は、浅野家の海津城を攻略した直後の局面。では早速、浅野家攻略を続けていこう。騎乗したばかりだけど、すぐさま編成して出陣するよ。真田城に集結して、それに隣接している小諸城に向かう。安心せよ。いざ参ろう。前進せよ。小諸城は攻められたら守れない城だけど、早めに取っておきたい。なぜ早めに取りたいのか、攻められたらどうするのか、それは後々説明できる機会があると思う。この小諸城も難なく取り付くことができた。強行で46日か。悠長にしていられないので、強行していくぞ。毛利家も今回は動いているな。時が変わった。今月やったのは、商人町のレベル上げ指示。進めよう。サクッと城兵が逃げてくれないかな。またギリギリをついて敵援軍が来るかもしれん。岩城家が相馬家に滅ぼされた。勝ったぞ。勝ち時を上げよう。おっと、これは早いぞ。マジで逃げてくれた。お、戦国権兵衛の息子が登用できたじゃないか。いざ参ろう。さて、次だな。皆ならどこを攻めるだろうか。主は上原城を攻めることにした。ここでもし、決戦になれば、勝利した後、部隊を二つに分けて残りを落としに行ける。そうなれば早い、それを期待して軍を進めた。出陣するぞ。来ないか。月が変わった。続けて見ていくよ。おお、一瞬で上原城が落ちた。一回、決戦に勝てば、しばらくは芋づるってやつか。この城、もらい受けるぞ。お、捕虜投用が二人、弟はまだ埋伏を続けるつもりなんだな。かたじけない。いざ参ろう。こうなると、ちょっと進行ルートを失敗したかもしれないな。前進せよ。次は、松本城に向かった。ここは特殊証券があってお得なんだよね。それを独占するために金銭は貯めてる。強行で約2ヶ月か、徳川との講和がそろそろ切れるだけに。それまでに城兵には逃げてほしいところなんだけど。上原城を取って分断はできてるから、援軍は来ないかもしれない。庭家も終わったかな。月が変わった。報告します。これより表情を始める。大名発言を取ったから正幸が表情に来たよ。大名重視はずっと続けるとして、今回は商用を重視しようかな。特殊証券を独占するから、独占費用ってのが気になった。独占費用減少ってのがどれくらいの効果かわからないけど、それを取っておいた。あとこれ、兵糧消費を抑える方策。優先的に取っておきたい。金銭と兵糧は、とにかく確保しておかないとだ。それで、前回の動画のコメントでね。工場戦では、交渉を使った方がいいよっていう、ありがたい助言をいただいたんだよね。工場を始めてしばらくすると、選択できるようになるみたい。ポップアップでお知らせがあると思い込んでたよ。それで、この強行で残り44日っていう状態で、交渉をやってみた。すると10日間、攻撃の手を止めて待たないといけないみたい。これは、気にしないでいい心が思考か。これで交渉が成立したら34日ほど攻略が短縮される。素晴らしいじゃないか。やっぱり持つべきは真田民軍だな。お、準備ができたようだ。さすがは正幸、交渉上手。雪長は一門だから、上司投降は無理じゃないのかな。なるほど、確率による成功で、交渉が2回できる。
まずは確率の低いのでやってみよう。うまくいけば儲け物だ。頼むぞ。バカを申すではないって言われた。次は 65% のをやってみよう。武将は解放されるけど、城はもらえる。講和解除はしないぞ。おいー。いかん、大事な局面で10日もロスをしてしまった。いてて、急ぐつもりが逆に遅くなってしまった。あ、戦争の長期化で赤マークも出てる、やべえ。ということは、この段階で徳川との講和も切れてるな。攻略を急がねばならん。うわ、朝の援軍が出陣してる。兵数7000か。またギリギリか、なんか踏んだり蹴ったりじゃねえか。ただ、どうも白式のヘリが早く見えたので、そのまま続ける。やっぱり、いけそうに見える。ただ、敵の集結完了してからの到着が早いんだろうな。報告します。月が変わった。よし、ここで、PK 版の新要素、跳躍を使おう。講話中で、できなかったんだよね。正幸の適性がすごく高い。これは、現在の徳川家の候補武将で、自分では選べない。領土が広がって2箇所以上守るとなると、どうしても駒が足りない。できれば、このおばたかげのリクラスを複数引き抜きたいところ。ということで進めていこう。敵援軍、数字では間に合ってるんだけど、どう見ても間に合いそうに見えない。頼む、頼むよ。赤子の手を切れるようなものよ。よっしゃー、いけたいけた。これは大きいぞ、戦わずに済むならそれに越したことはない。かたじけない。さて、どうしようかな。よし、決めたぞ。まずは、松本城に武将を2人、部分入城させよう。信勝と鈴木忠茂を置いていこう。正幸の軍勢は、ここから甲府城を目指す。行くぞ。あ、いや、これすると、敵が戻ってくるのか。それじゃ、途中のここに向かってみるか。出陣するぞ。あ、ダメだ、交差してるじゃん。行くぞ。ここに向かうか。出陣するぞ。お、これならぶつからずに済むんじゃないか。よし、進めよう。おっと、なんか知らないけど、現行録の達成で兵糧5000ももらえた。めちゃくちゃ大きいな、これ。待機するぞ。いざ参ろう。よしよし、ここから甲府城を狙うぞ。出陣するぞ。兵が100しかいないからな。お前が松本城を狙うなら、俺は甲府城を狙う。松本城、取り憑かれたな。他の信長の野望シリーズでは、こういうケース、耐久がなくて即落ちるのをよく見るんだけど。対し PK では、耐久は減ってはいるけど、多少、粘れるくらいは残っている。頼んだぞ、信勝。月が変わった。徳川家はあれかな、9月の米収穫後に退去して攻めてくるのかも。さて、松本を落としたので、塩尻にある特殊証券の独占ができる。ただ、費用が500ほど足りない。独占費用はすごく高いけど、収入が大きいのですぐに焼却できる。すごくもったいないんだけど、米を少し売ろうかな。兵糧720を売った。ありがとうございます。よし、これで費用が足りた。承知。内政終わり、進めていこう。あ、朝の長政、ひよったな、退却してる。すごいな、現行録。特殊証券を取ったことでもらえるのもあったみたい。金銭3000も増えた。さあ、甲府城に取り付いたぞ。おお、
攻略までたったの8日じゃないか。勝ったな、これ、すげえ。もう他国の援軍が来ても間に合わないだろう。進めるぞ。よっしゃー、これで浅野家の攻略が完了したぞ。勝ったぞ。勝ちどきをあげよう。いやー、よかったよかった。実はヒヤヒヤだったんだよね。攻略が長引けば、来月か再来月には一揆が起こりそうだったし。徳川が攻めてきてたら、この年に浅野攻略はできなかった。よしよし、浅野の人材をゲット。松本城を攻めていた敵兵も消えたな。正幸の軍勢は騎乗させよう。そして、時間を進めた。徳川がいつ攻めてきてもおかしくない状況。おっと、正幸が調略で密約できそうな武将を見つけてくれた。報告します。時が変わった。早速、密約コマンドを使うぞ。夏鎌正家は秀吉時代の五奉行さんだよね。あ、これ、テストに出ます。五奉行だけあって、政治力高いんだよね。開発や表情で使えるので、すごくいいじゃないか。交渉役は共通話題が多ければいいみたい、内規にさせよう。成功確率が高いのを選んでいこう。こっちの方の成功率が上がった。城も増えたし、城主確約でいいかな。よし、これで成功率が 100% になったし、本題に入ろう。岩櫃城を指定してきたぞ。岩櫃はダメだわ、城主固定になって。いざ、正幸が入城できないとかになると困る。上原城とか松本城ならよかったけども。もったいないけど、下方にするか。ただあれだよね、史実なら正家ってもう生きてないよね。関ヶ原の時に捕まって処刑されたはず。すぐぽっくり言って家宝をあの世に持っていかれたら嫌だな。まあでも、今生きているっていうことは、もう長生きルートに入ってるんじゃなかろうか。まあなんでもいいや、間違いなく優秀な武将なので、手に入れよう。そして、続いて、内王コマンドを使う。戦場で会えば寝返らせることはできるけど、所在が和歌山城で遠い。なんたることだ。なので、そのまま引き抜くことにした。そして、開発ではやっぱり上位、すぐに使わせてもらった。結局、その後、秋が来るまで徳川家は攻めてこなかったので。9月までの出来事は、主要なものだけ伝えるよ。正幸は調略で、次の8月も密約できる武将を見つけたので。共通話題の多かった真田信勝に交渉役をやらせた。津田長政には上原城の城主確約で内応させることにした。この津田長政は唐沢山城にいたので、もしかして戦場で寝返らせることができるかもしれない。なので、内応は保留にした。さらに、これは8月から9月に進行中。正幸は3連続で密談相手を見つけてきた。交渉相手は戸田氏かね。そして、ついに運命の秋を迎える。ご命令ください。早速、密約、またしても信勝が交渉役になった。そして、難なく松本城の城主確約をして密約成功。さすかつ。戸田氏兼は近江の八幡山城にいて遠いので、なんたることだ。引き抜きですぐに来てもらった。よし、ここで、事前に考えていた大徳川戦略の一つを実行しよう。それは、築城。この築城は、費用1万と4ヶ月の期間を要する。それで、どこに建てるかというと、ここ。なんと、兵数上限が2900という非常に狭い地形を持つ軍。甲府城と関東徳川家の間、徳川に非常に近い。甲府城に攻められないようにする、平井心の役割も期待できるし。この小菅に徳川の大軍を誘導すれば、かなりいい感じになるんじゃないだろうか。ただ、城はかなり規模が小さい。事情で味方援軍が遅れる時があるかもなので、
何日、牢上で耐えられるのか、そこは心配。もっと早く作りたかったけど、金銭が貯まるのを待っていた。特殊証券の独占を先にするか、こっちを先にするか。迷ったんだけど、どっちみち築城完成は9月に間に合わないから、こっちを後回しにした。完成は来年の1月だ。さて、この9月、いよいよ、というか、間違いなく、兵糧を得た徳川家が攻めてくるであろう月。徳川家はこちらの狙い通りに動いてくれるのか。ハラハラドキドキしまくりである。そして、これが現在の勢力情報。兵数相当。徳川家が所有している兵数は17万。抱える武将数は171で、それぞれ圧倒的に1位。放っておけば、毎年10万以上の兵を増やしていくだろう。そして、その徳川家に対抗する真田家の兵数は2万、3000。結構な無理をして兵数だけは確保しているが。悲しいかな、小国ならではの難点、兵糧が少なく。この持っている兵すべてを運用するのは無理である。多くても7000くらいの兵を半年くらい運用できるくらいだろうか。ここで考えるのは、どこかを攻略して領土を増やすことで、来年の米収穫量を上げるということ。となると、この辺りにある攻略できそうな小勢力。これらの攻略は考えられる。徳川との講和中に攻めることは考えられるけど、取った後、守れるかどうかが心配だ。金森家を攻略すると、前田家が攻めてくる気がする。京極家を攻略すると、東の徳川家に近づく。山内家を攻略すると、ここを徳川家から守れるのかどうか。広げたら広げたで悩ましくなる。問題はこの西の徳川を弱らせないと、佐竹や上杉を飲み込んで、手がつけられなくなる心配があるということ。なので、この真田家がやりたいことは、この関東徳川の領地を切り取ることで、こちらの国力を上げながら、徳川を弱らせ、上杉や佐竹への侵攻を遅らせる。そういったことを今は考えているんだけど、思い通りになるのかどうか、多くの兵を運用できないこの状況で、徳川の領土を切り取ることなんて、本当にできるのかどうか、ということで、続きは次回。では、またねー。